皆さんこんにちは、そしてこんばんは。大戸浩司のカラオケレッスンへようこそ。今回の課題曲は田川利美さんで白秋。一番最初や一番最後のちょっと低い音がね、私気になる、多分出ないと思うんですけれども、まあ、ご容赦いただきたいと思います。それではノーマルで一段二段です。誰かが合わせてくれました。雨が冷たい秋でした。寒い心を二人静かに温めた。最初いきなり一拍目、誰かが合わせて、誰かが、この音なんですよね。そう、私のまあ正直限界は超えています。誰かが合わせてくれました。ポーンと上がります。1オクターブもね。誰かが合わせて、手をあまり伸ばさない、くれました、ました。前倒しと私は呼ぶんですけれども、他の音が右にずれないようにね、この音もあんまり伸ばさないということです。それでは今日はイントロの最後2小節数えます。1、2、3、4、2、2、3、誰かが合わせてくれました。雨が冷たい秋でした。雨が、あがした、雨が、伸ばさない、冷たい、冷たい、16分9分ね、気をつけたいですね。そして冷たいのいも、いい秋です。もう続けて歌うようなことがないように、冷たい秋でした。冷たいで息を継ぐまではないんですけれども、とにかくだーっと押さないようにね。はい、秋でした、秋でした、微妙な、音の移動ですね。くれました、雨が冷たい秋でした。では一段目歌いましょうか。雨が冷たい秋でした。寒い心を二人静かに温めた。はい、秋でした、2、3、4、寒い、そうね、このタイミング、寒い、いいをあまり伸ばさないで、心を、これちょっと難しいんですけどね、頑張ってこの形をとってみてください。こう、そしてここ、1オクターブのそのすぐ下でこの音を歌う。心、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 
寒い心を二人静かに、二人静かに。一段目の雨がは同じ二人、今度は下がる下から、静かに温めた。二拍子が入って、その一拍目を休む、その伴奏がジャジャジャン。私よく言いますね、このジャジャジャンも伴奏のうちです。はい、ジャジャジャン、温めた。ちょっとね、ここ田川さんね、気になるんですけども、温めのあの音が高いなぁと思うんですよね。静かに田川さん、温めた。もう一つ下げて、温めた。これで覚えてください。じゃあ一段目の終わり、秋でした、寒い心を二人静かに温めた。タをあまり伸ばさないんですね。じゃあ仕上げましょう。またまた早口言葉のようなものが、優しい恋ですか、ここではです、同じ音かーかー、半音下からすくう感じでかーかー、スラーですよね。優しい恋ですか、いいですか、いいです。すをでよりも上げます。甘えていいですか、か、いずれもスラーですよね。はい、優しさん、はい、
優しい恋ですか、甘えていいですか。さあこれでちょっと説明がいります。まだ発売前なので CD がないんですけども、多分 CD の中の楽譜、それから市販のカラオケ雑誌の音はですね、こうなっていると思います。まあこうでしょうね。その次もドスーンと下がってると思います。優しい恋ですですかと、甘えていいですか。でも何度も何度も聞いたんですけれども、田川さんそう歌っていません。優しい恋ですか、甘えていいですか。甘えていいですの素なんか下げるどころか上がってますからね。いやもう私ども全国歌謡指導者協会の楽譜だけだと思いますけれども、まあどうぞ皆さんもね、発売されましたら CD 買って、あるいはもう出てると思いますけども、ミュージックプロモーションビデオ、それらをね確認してみてください。もう一回歌いましょう。優しいから3、はい。優しい恋ですか、甘えていいですか、何も言わず抱きしめて。何も言わず抱き、何も言わず抱き、そう、もうから言わずだまで同じ音、言わずだだだ、スラーがついてますのでね、まあ優しく滑らかに、抱きしめて、何も言わず抱きしめて。さあじゃあ優しいから3、はい。優しい恋ですか、甘えていいですか、何も言わず抱きしめて。ああ恋にそっと落ちてゆく、寂しい心が落ちてゆく。あいきなり、あ恋に臨時帰国、あと子が一緒で恋に半音だけ上に上がるということになりますね。あ恋にそっと落ちてゆく、さあ複雑、そっと落ちてゆく、落ち落ち、つらがあります。落ちそのさらにてってまで同じ音、落ちてゆく、てのえとゆが一緒でくーまだ上がる、そっと落ちてゆく。あーいきましょうか、3、はい。あー恋にそっと落ちてゆく、寂しい心が落ちてゆく、寂しい心が同じ音、さらに息を継いだ後落ちてゆく、
最初私一回だけね、手の音に拳をつけましたが、何にもないですね。落ちてゆく、寂しい心が、おまでが同じ高さ。ということでね、ご一緒に寂しいさん。はい。寂しい心が落ちてゆく。じゃあ、四打目に頭に戻りましょう。あー、あー、さん。はい。あー、恋がそっと落ちてゆく。寂しい心が落ちてゆく。あなたと私どこかにいているわ。一人遊ぶ迷子の子供。まあ音のね感触はほぼあー恋に4段目あー恋にでちょっと字数が違います。あなたと私、そうまた臨時記号同じですね。そして同じ音、そっとにそっと、あ、ごめんなさい、どこかにいているわ、どこかにいているわ、あなたと私どこかにいているわ、にいて、いにのいとてと、い同じ、いるわが同じ、あーで上がる。あなたと私どこかにいているわ、一人遊ぶ迷子の子供を、一人遊ぶ、一人のりあまり伸ばさない、遊ぶのぶこれもあまり伸ばさない。はい、一人遊ぶ、じゃじゃじゃん、一拍をね、私がじゃじゃじゃん、迷子の迷子ごすらごの子供を、はい、戻って、一人遊ぶ迷子の子、きましょうか、五段目さん。はい。あなたと私どこかにいているわ、一人遊ぶ迷子の子供。じゃあ、優しい恋です。はい、ちょテンポアップで、三。はい。優しい恋ですか、甘えていいですか、何も言わず抱きしめて、あー恋にそっと落ちてゆく、寂しい心が落ちてゆく、あなたと私どこかにいているわ、一人遊ぶ迷子の子供。皆さんで優しいさん。はい。Thank you.
ではここでツーハーフについてね、ご説明をしておきましょう。2番の終わり、森の中の小さな巣箱、これが終わりますと、感想は一小節ちょうどですから分かりやすいでしょう。そして楽譜の3段目、米印の泣かない恋ですかに入っていけばいいんですね。ではちょっと一度だけやっておきましょうか。2番の終わりの方、森の中の小さな巣箱、そして1、2、3、4、泣かない恋ですか、信じていいですか。はい、これで最後はカラオケ1番だけでもメロディーを入れようと、私がねいつもこれに困ってるんです。でも頑張ります。よろしく。Thank you.
うまく弾けません。申し訳ありませんでした。キーですけれどもね、女性の皆さんは、マイナス1、高かったでしょう。マイナス1、あるいはマイナス2ですね。男性の皆さんが歌われますときには、プラス4、プラス5というところで、お楽しみいただければと思います。今日もまた、最後までお付き合いくださいまして、誠にありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。